はい、カバージェブクロ、カッパ園長です。さて、じゃあ今度はね、また某国の人がですね、日本が我が国の仮想敵国である理由はこれだっていうことを言ってるんですよね。これね、多分ニュース一回ね、まあ、こういう形では、じゃないんですけど、昨日だっけな。国費支援を受けた日本人科学者44人が、中国のほら、千人計画ありましたよね。あの話で一回取り上げたことあったと思うんですけど、このニュースを見て、いや、これ、アメリカに向けたメッセージみたいな感じなのかな？うん。この、いわ、語り口っていうか、言い草がね。うん。見てくれよと、アメリカ。ね。日本はこんなことやってるんだぜ、中国とつるんで。みたいなことを言ってるんですよ。うん。だから、まあ、要は、あれです。ね。日本はブルーチーム陣営じゃない。レッドチームだ。日本こそがレッドチームなんだよ、アメリカ。いいのか、こんなこと許して。っていうことが言いたいんですよ。ちょっと見ていきましょうかね。これニュース部分は一回お伝えしてるから大丈夫ですよね。さらっといきましょうね。さらっとね。確か読売新聞の報道だったかな、昨日取り上げたのは。習近平、国家主席のこの人材迎え入れプロジェクト、千人計画ですよね。この参加実態を初確認しましたっていう、そんなニュースを見て、要は某国の人がね、こういうことを言ってるんですね。で、日本政府から巨額の研究費を受けても中国の外国人科学者を迎え入れるプロジェクト1000人計画に参加する日本人研究者が少なくとも44人に達することが確認された。北京空港の天台にも、4人の日本人が所属していた。で、大量破壊兵器であるミサイルを開発した疑いが持たれている同校に、日本企業や個人が物資と技術を輸出するためには日本の、経済産業省の許可が必要だ。ちょっとなんか文章めちゃくちゃじゃないのかな、これ。で、アメリカはこの千人計画を重要な情報を盗む事業と定義し、監視と規則、技術流出防止対策を強化している。海外から一定額以上の資金を受けた研究者は義務的に情報を開示するように規制している。アメリカエネルギー省は、フランス予算を使った企業や大学などの関係者が海外の人材誘致計画に参加することを完全に禁止している。ん？なんか機械翻訳なのかな。なんかちょっといまいち意味が通じない感じのところがすげえいっぱいあるな。で、まあこの記事を見たね、まあ記事の部分は昨日お伝えしてるんで、うん。で、まあそれを見た多くの人たちの反応がこんな感じ。アメリカは日本に輸出規制をするべきだあ、どうぞどうぞ。で、次の人、アメリカはこのような日本をこれ以上容認していてはいけません。目の前ではアメリカにおべっか使いながら、裏ではこのような裏切り行為をしている。まあ確かにね、確かに実際事実そうなんで、うん、これなんとかしないとダメなんですけど、ね、あなた方にそれを言う資格はないな。ね、うん。で、次の人、日本の行為をアメリカに伝えて、ジーソミアを破棄しろ。ね、ね、もう意味が分かってないでしょ、両方。で、次の人、ワクチンもそうだし、日本と中国は一体何を企んでいるのか。ワクチンもそうだしってどういうことだろう。で、次の人、猿が猿をやったね。やっぱり猿たち。で、日本極右政権の支援を受けた点々点。で、次の人、中国に抱き込まれた我が国の人間は永久入国禁止にせよとかね。我が国の科学者もたくさん、包摂されてると思うんだけど。で、次の人、国情院は国家安保の次元で、我が国の科学者の実態調査をしなければならないんじゃないのか。まあ、日本のこと笑ってる場合じゃないぞということを言ってる人もいるみたいですね。意外ですね。で、次の人が、我が国の人間も日本の人間もお金を払えば全部中国に技術を売り払うんだよ。次の人、我が国にもここに参加する方々がいるんじゃないかと思います。で、次の人、我が国は技術者をそんなに軽んじて待遇もしていないのに、中国に行った日本人の悪口言えるのか。次の人が、日本人だけなの。で、次の人、どんな国にもお金が一番という人間はいるでしょう。で、次の人、我が国も調査してみないといけない。で、次の人、我々も外国から資金支援受ける場合は国家に申告するよう法律を設けなければならない。
で次の人、敵に利する者は極刑に処すべき。で、うん、まあそれについては、うん、同意する。で次の人、泥棒国家中国、いやそれもね、あなた方は言う資格ないな。で次の人、他人事じゃない、我々も調査しろ。まあなんだろう、半々ぐらいかな思っていた以上でもないけど、うん、まあこんなもんじゃないですかね。うん、まあ相変わらずなんか意味吐き違えてる感じの人がいたのがちょっと笑っちゃいましたけど、まあなんだろうね、世界平和のためにこのね滅びる必要があるのはじゃあどっちですかって言ったら、まあレッドチームですよね。うん、あれだって亡国はそうですよね。うん、なんかこう楽観視してるみたいですけどね、もうすでに亡国経済がね、もうなんか末期状態にあってもうしばらく経ちますよね。うん、だって母国の人たちはさ、理工系最高の、なんていう名前だったっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど、学校の教授がね、国家機密ガンガン流出してる最中じゃないですか。うん、なんかよくわかんないですね。ね、政府もね、だって母国の政府はね、思いっきりなってコウモリスタイル貫いてるじゃないですか。ね、そんな母国がいつの間にかアメリカ側のね、うん、ブルーチーム陣営の立場で語り出しちゃうからちょっともう笑っちゃいましたけどね。ね、なりすましさんチースって言っときゃいいですか。まあ世界平和のためにこの人たちのこの自治権を認めたらダメだわとね、アメリカに思われて、で日本にこう併合されたのが当時のね、まあこの亡国におけるなんちゃら帝国でしたよね。で、あなた方が放置するとね、アジアのこの平和が安定しないってか。うん。まあ、ある意味その通りでしょうね。で、あとこのね、ハーグ密使事件で、どこの国からもこう相手にされなかったのか、まあ当時のね、このなんたら帝国という国への評価でしょ。で、今も同じような状況になってるじゃないですか。うん。ね、彼らがよく言うこの歴史を忘れた民族にね、未来はない。ね。うん。まんま自分たちが、もうまさにその通りじゃないですか。ね。うん。まあ、いいんじゃないですか。うん。もうほら、ね。うん。今大変なことになってるらしいからさ。ね。日本国内にいるね、彼らもね、合流しないと、本国で。うん。でも彼らは本気で言うわけですよ。ね。やはり我々は世界平和のために日本と戦わなければならない。特に我が国はアジアの平和を守る義務がある。ね。もう手加減しないで日本を滅ぼす時が来たのだ。みたいな感じでさ。ね。たまにちょっと突き抜けた人がね、まだやっぱりこう、ちらほら見かけられるんですけども。ね。うん。なんていうかね、もう子供がよくやりますよね、こういうの。手加減してたから負けたんだ、みたいな。そういう言い訳の類。うん。よく言うじゃないですか。ね。うん。そもそも戦う以前に併合されてた奴らが何言ってんだよって話ですよね。うん。まあ確かにね、うん。あなた方のせいで、このアジアのね、情勢が安定しなかった時期があるんですよ。ね。そのね、君たちがね、アジアの平和を守る義務？いや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 。これ以上笑わせないでください。腹筋きついわ。うん、併合して差し上げたんですけれども、ね、うん、ね、それを言うんだったらもうね、本当偉大なるかつてのね、この大日本帝国にね、感謝してほしいですよね。うん、今となっちゃえ我々日本国民にとってはもうね、あれさえなければっていうね、うん、まあもし彼らと違うんでね、この歴史云々にね、うん、ちゃちゃ入れてもしゃあないんで、そういうこと普通はしないんですけどね、たらればになっちゃうんでか、ね、意味ないんですけどもね、あえて言わせていただくとするならば、ね、彼らの言い方を借りると、もうこの部分の歴史はもう葬り去りたいぐらいですよね。これこそね、あのケチのつけ始めじゃないですけどね、関わってしまったがために、そうだからやっぱりね、福沢先生の言う通りにしときゃよかったんだよね。もう今更ですけども、だからもう今後日本はね、やっぱりこの教えない、助けない、盗ませない、来させない、関わらない、見ない、呼ばない、加わらせない、言わせない、信用しない、許さない、生かしておかない、まあ、徹底的に行きましょうってことですかね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。結局ね、見てるだけで済むんだったら彼らをね、見てるだけだったらまあまだね、楽しめなくもなくもなく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 ないぐらいでいいんですけど、関わったらもう一気にめんどくさいんで、ね、そう。だから関わったらダメなんですよね。